ハコガメ属はカメモクイシュガメ科に属する属。模式種はマレーハコガメ。別名アジアハコガメ属。インド北東部、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、中華人民共和国南部、台湾、日本、バングラデシュ、フィリピン、ブルネー、ベトナム、ミャンマー、ラオス最大種はマレーハコガメで最大高長21.6センチメートル。最小種は 小金箱ガメで最大高長15.6センチメートル。廃坑には C 甲板に筋状の盛り上がりがあり、あばら甲板にもキールがある種もいる。胸甲板と復興板の間には蝶津貝があり、これにより復興を売り曲げ稼働させることができる。蝶津貝の発達は種により異なり発達する種では、廃坑に対して隙間がなく完全に蓋をすることができるが、 逆にあまり発達しない種では蝶臭害よりも後部の復興を折り曲げても廃坑との間に隙間ができ完全に蓋をすることができない。復興を稼働できる利点として外敵や乾燥からの頭部の防御に役立つと考えられている。オスは尾が太い上に長く尾をまっすぐに伸ばした状態では相排接口全体が廃坑の外側に位置する。逆にメスは 尾が細い上に短く、尾をまっすぐに伸ばしても、総排せ口全体が廃坑よりも内側にある。しかし、尾を収納して、復興で蓋をすることができるため、尾で死ゆを判別するのは難しい。分子系統学的解析では、石亀属と単系統群を形成すると考えられている。以前は、陸性傾向が強いことや蝶蓋が発達し、完全に蓋ができることなどから、 セマルハコガメと萌えぎハコガメを、オカハコガメ属シスタクレミスとして分割する説もあった。しかし近年の分子系統学的解析では、オカハコガメ属を含まないハコガメ属とオカハコガメ属、一属一種とされていた、ヒラセガメ属ピックスイディアの三属は単系統群で、さらにオカハコガメ属を含まないハコガメ属やオカハコガメ属の二属が、それぞれ多系統群であるとして、 オカハコガメ族や平瀬メ族を本族に含む説が有力。族内での系統には様々な説があるものの、形態や分子系統学的解析から、小金ハコガメ、シェンシーハコガメ、ミスジハコガメクロハラ黒原ガメが、より近縁で単系統群を形成すると考えられている。森林、河川、地表、湿原などに生息する。陸生もしくは、半水生。 食性は雑食で、昆虫、節足動物、甲殻類、貝類、ミミズ、魚類、動物の死骸、水草、果実などを食べる。繁殖形態は乱生。中華人民共和国では、食料や薬用とされ、特に金色の頭をした亀は、癌の特効薬になると信じられている。ミスジハコガメを乱獲するうちに、本属の多種が市場で発見され記載された例もある。 また市場で発見されたり、生息数が少ないこともあって、正確な分布や生態が分かっていない種もいる。さらに乱獲により、生息数が激減したため、現在は、食用の養殖が進められている。開発による、生息地の破壊、食用や薬用、ペット用の乱獲などにより、生息数が減少している種もいる。2000年に続単位で、 ワシントン条約付属書通類に掲載された。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。ワシントン条約に掲載されてからは、流通量は激減し、それに伴い価格も高騰した。現在は、マレーハコガメを除いて、野生個体の流通は少なく、飼育か繁殖個体が少数流通する。ありがとうございます。